はいでは早速なんですが、見ていきたいと思うんですけど、これ、楽天さんが発表している数字なんですけど、これ、毎月恒例企画でやっていましてです、ね、宿泊施設数がどのぐらい増えたかってことと、そして予約数がどのぐらい増えたかってことをです、ね、定点観測してるんですけど、見ていきましたら、今回、ですね宿泊施設数が久しぶりにマイナスになりましたということで、前月よりもですね45マイナスになりましたと。そして宿泊のの予約数の方は 増えましたっていうことになってるんだけど、ちょっとこれだとですね、さすがにわからないので、少し別の表で紹介したいと思ってるんですけど、えこちらから見ていきましょう。まずですね、こちら。これ、あの、先月予測を立てました。9月は790から800万泊ぐらいいくんじゃないかという予測を立てたんですけど、開けてみたらどうだったか。開けてみたら783万泊ということで、僕の予測よりもですね、若干下回ってしまったため、 やはり昨年同月比と比べてマイナスになってしまったんですね。僕はあのギリギリ、ギリギリプラスぐらいのラインで組んでみたんですけど、やっぱりダメでした。ということで、10月はどうなるのかっていうことなんですが、10月がですね、今までの過去の経歴から見るとですね、ちょっと読みにくい感じになっているんですけど、僕の予測では、 780から800万泊、ちょっと希望的観測はありますね。という形でやってみましたが、果たしてどうなるのか、また来月ね、答えをしていきたいなと思っているんですけど。